で戦いましょう。まずは眼前の敵を撃破してください。後ほどそれぞれ任務をお願いします。行きます。まずは普通に戦えばいいな。あとで任務出すの忘れないでくれよ。我が知略食べさせてもらおうか。これでどうです。敵将、私が討ち取りました。敵襲だと。私はそんな真似を。
応してください。参考しよう。落ち着け。敵のため、家族のため、我々は負けられん。成功したぞ。これで流れは孫悟に傾いたな。報告、家計が成功しました。敵は慌てふためいています。お前の命はここで終わりよ。敵の容赦を攻め立てる。あの地を狙う。ついてこい。うぬき、はい、よくとも。これでどうです。我らが殺したのだ。死んだのすべて。この竜玄徳が撃ち滅ぼす。俺たちの手で容赦を落とす。別についてこい。俺、このままでは仇も取れぬか。一度引き火星を立て直さねば。これでどうですか。劉備が下がったか。おい、奴を追い詰めるのだ。遠寧、敵諸葛亮の軍団が到来。劉備のもとへ急行している模様です。呉は殿を追ってきました。今です。今こそ我が飛剣を振るいましょう。陣を抜けないと劉備を追えません。はい、はい。
ガズリョウ先生の誘い、受けて立ちましょう。火だらけですよ。はい、行こう。俺の名はバタイ、会えて嬉しいよ。明かりに合わせて奇妙な兵も消えました。この調子で明かりを灯しながら進みましょう。
ろそろ気づいてもよさそう。これでどうです？すでに私の術中にあることを。我が自由で葬ってくれるわ。突破できましたね。さあ、あとは劉備を撃つのみです。赤兵八陣を破れ。私も全力であなたを倒します。これでどうです？兄弟のもとへ行けるならば、それも本望だ。将校。玄徳様を殺させはしないわ。たとえ兄様でも私は。兄妹で刃を向け合うか。私の目指す天下はそのような修羅の先にはない。劉備よ、貴様の陣とは何だ。いや、貴様が目指す天下とは何だ。戦乱を鎮め、民を休んずる。
そうか。私は己の大使すら見失っていたのだな。いまだその大使は消えぬか。ならば職は孫悟に下れ。私が描く天下にも貴様の仁が生きる道はあろう。この戦、我ら孫悟の勝利とする。残るは葬儀か。奴らの覇道とは、雌雄を決さねばならんだろうな。